じゃあ、これから始めたいと思います。はい、よろしくお願いしはい、まよろす。しくお願いします。今日は山崎匠さん、本当にゲストを受けてくださってありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、このライブはですね、まあ、匠さんにはちょっと先ほどリハ、打ち合わせの時も話したんですが、この、まあ、普段から竹下の記事を見てくださってる方々に、何か変わりたいって。変わりたいけど、どうやって変わったらいいか分かんないっていう方々に、まあ、私はトライアンドエラーをさらけ出しながら、皆さんの見通しになると思って、やってきて結果的に自己成長が促進しました。今日は私の話じゃなくて、こちらゲストに山崎匠さん、ベストセラー作家です。まあ私は普段、いや、こんな風になれたらいいよなとか、こんな人と喋れたらいいよなって思っていましたけど、今日いらっしゃいます。まあ画面上ですけど、対談という形で山崎匠さんをですね、今日はゲストに、本当に、まあどうやって呼んだかって後から暴露しますけど、来ていただきました。ぜひ山崎匠さんから皆さん何か一つでも掴んで、これから先明日実行できることを一個でも何か盗んでほしいというか、身につけてほしいなって思います。匠さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。匠さん、簡単にこう、まあよく講演とかもされるんで、自己紹介というか、はい。今こんなことやってますっていうのをぜひいただけますか。お願いします。はい、よろしくお願いします。山崎匠です。まあ、とにもかくにも今日はですね、こんな形で呼んで、竹下さん呼んでいただいてありがとうございます。先日送っていただいたいちご、やばかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しい。あと、美しい。ね嬉しいですね。え。輝いてましたからね、開けた時、おおっつって。ありがとうございます。山崎匠と言いました。まあ、僕と竹下さんの関係は、たまたま時ちゃんから声かけてもらって、農業関係のイベントがあるんだけど、出てくれないかっていうことで、あ、それは面白そうだねっていうところからつながったんですけど、実際は藤本君っていうね、コンサルタントのお友達がもう随分長い友達なんですけど、匠さん今度対談するの僕よく知ってる人です。そうなの？みたいなところでね。実は、ある人たちにとったらこの2人の組み合わせは一体何っていう感じだと思うんですけど、何？魂のフェイスブックがあるとすると、最寄りの友達っていう形に嬉なっしい。てるのかなっていうね、ことだと思います。僕はおふくろが北九州出身なので、九州と三重県のハーフ。1965年って言いますから、終戦20年経った時、僕は、三重県の父と北九州出身のおふくろが出会って、伊勢志摩で、生まれるんですね。で、家は真珠養殖業をやっておりまして、その家を継ぐんだというに育てられていくんですけど、保育園から小6まで1クラス、そういうタイプの幼少期を送った方もいらっしゃるかもしれませんけど、ものすごく閉鎖した価値観の中いたので、その価値観で世の中がどうもできてるんだと思っていたら、中学校になると4クラス、いろんな考え方と出会うようになり、高校へ進学するっていうことでね、まあ、進学してもいいけど家継ぐのよって言われながら、進学して、これが15クラスぐらいのところかな。なんかいっぱいいろんな人が世の中にはいるんだって、もう見るもの見るもの吸収していきながら、当時、陸上競技に打ち込みまして、高校ランキングトップ10に入り、今度は学校の先生になるんだ、体育の先生になるんだって言うと、まあ、親から大反対を受けるんですけど、田舎の人をお分かりになるように、天皇陛下の次に学校の先生って偉いんですよ、田舎だと。先生になるんだったら許してやるっていうことで、教員の道を選ぼうとしてる時に、大学2年の時にですね、友達から勧められビジネスをスタートし、在学中に成功してしまいですね、大学なんか出てる場合じゃないなっていうことで退学し、広島大学の教育学部に行ってたんですけど、そこから自分でビジネスをやってきて、33の時に、まあ、20歳からやってきて、22で会社設立して、33の時に、本をね、出版することになるんですけど、
まあ、そこからずっと時が流れて今まで、今55歳でございますが、50冊の本を書いてまいりました。来年も4冊書きます。はい。まあ、仕事は20いくつやっていてですね、ニューヨークでレストランやったり、まあ、本業であるアームウェイで、キャッシュポイントの大きいところですけど、今年に入ったら出版会社を立ち上げたりっていうことで、いろんなビジネスを、キャッシュポイントを増やしていくっていうのが、多分、世の中でいうところの社長さんのお仕事のナンバーワンだと思うので、キャッシュポイントを増やし続けるっていうことをやりながらですね、今に至るということでございます。いかがでございましょうか。いやー、もう楽しそう。本当楽しそうですね。うん、まあ、そのキャッシュポイントをね、作られる、たくさん増やされてきたっておっしゃられましたが、はい、先ほどちょっとリハの時にも言われてましたけど、今日、義務教育って、与える教育っていう話をちらっと触れていきたいんですけど、その前に、今私与えてもらってるんですね、すでに。そうなの？たくみさん、私の、まあ、なんだろう、ちょっとずつ盲信というか、もう、160キロの真ん中ストレートぐらいのオファーを受けてくださいましたけど、まあ今与えられてる私は、なぜ竹下に、あ、出てもいいよって、うん、やるっていう、すごいノリの返事をいただきましたが、その心境というか、うん、それをなぜこの男に与えようって思われたのか、ちょっとお聞かせいただけますか。そうで、なんか直感というか、なんか、あるって思ったんだよね。何かあるなっていう。まあ、この前対談した時にね、チャレンジしてもチャレンジしてもうまくいかないのに、またチャレンジしてね、あ、ここですごくなるのかなっていうと、それも実はうまくいかなかった。まだかいなっていうね。映画2時間のうち1時間50分成功してないじゃんっていう。まあ、本当にここからが面白くなるっていう感じですもんね。はい。本当ですね。何かを感じましたよ。うんうん、確かに2時間映画で1時間50分成功してないと言われると、そんな話でこの前対談終わりましたもんね。全然いい話言ってないまんま終わったね。終わっちゃったね。そうですね。もうあれで終わったら、何の話しに来たんだろうと思ってですね。まあ、それもあったんですけど。うん。まあ、だからこそ、なんかこう、私も感じるものがあって、なんかやっぱこう、さっきね、藤本さんの名前がありましたけど、ああいう方々が、付き合ってる仲間ってすごくやっぱ興味があって、まあ、たくみさんの周りにいらっしゃる方々にもすごく興味があって、うん、自分がその世界見える、そういうところと同じ話ができる人間になりたいなりたいって背伸びし続けてきたんですけど、もう点で見えない。で、やっと、先ほどのキャッシュポイントという話がありましたけど、自分が経営者としてやっと利益出して、まあ、1億が見えて、全然見えなかったんですよ。もう 99% 失敗だらけの人生だったんで。うん、やっと本当に、これから、クライマックスというか、ドラマの面白いところに今、入ってきたところだったんですよね。だから、その概念になったんで申し込めたんですよ。自分はこのステージに上がってきた。やっと上がってきたっていう思いがあって。で、受けてくださったんで、ほら来たみたいな感じで。すごく嬉しかったです。本当に与えてくださってありがとうございます。いえいえ。いや、義務教育。うん、私よくアウトプット教育、志を引き出す。あなたには価値があるからって、その痛い経験こそ失敗だらけの人生なんで。失敗してるとき、失恋したとき、すっげえやっぱ自分を変えようとするじゃん、痛いけどって言いながら、やる気を引き出す、志を引き出すっていうのをアウトプット教育ってよく私ちょっとこう、言ってたんですけど、義務教育。うん、ちょっと義務教育について、山崎匠義務教育論、ぜひちょっとお聞かせいただけませんか。もうとにもかくにもいろんな人の役に立って貢献したいなっていう気持ちは誰でもあると思うんですよね。うん、しかしながらその自分のことすらままならないのに、うん、人のサポートなんか僕なんかができる器じゃないし、まずもって自分がなんとかなってからじゃないとサポートできんだろうってこう思ってたんですよね。それがね、ひょんなことがきっかけで
この人とこの人とこの人だけ期間限定でサポートしてみようと、要はギブしてみようって、思った瞬間があってね、でそれをねやってみたんです。検証してみた。そしたら僕にとっては一人ってこう3人4人の人間じゃないですか。相手から言うと僕だけなんですよね。あ、そうですね。そうするとね、そんなお付き合いの仕方をするっていう人がそんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないので、何なんだこれはっていうことで、その人たちが返してくれるんですよね。うん、そうするとね、その人はしてもらってその人に返すだけだから、あのやってきて返すってだけだけど、僕から言うと4方5方からやってくるわけですよね。そうだ、でこれすごいなっていう思いやりのリンチだなってこう思ったわけ。あ、ちょっと今面白い思いやりのリンチ、うん、やっぱベストしてな、サッカー面白いなこと。いや、だから思いやりのリンチ、こんな経験人生でしたことないなと、なるほどと、させていただくとこうやんなるのか分かったってきたわけですよね。要は下心を持たずさせていただいた時が一番見入りがいいんですよ。ああ、だから山崎匠です。はい、下心を持たないのが下心。あ、うまい、いや面白い。なんか面白いな今日言葉。なるほど、そういうことなのかっていう。まあ昭和はですね、獲得のカルチャーだったと思うんです。何を手に入れるかって。平成はつながりのカルチャーだったと思うんですよね。誰とつながるか。で令和はですね、貢献のカルチャーだと思うんですね。誰の役に立てるのかっていう時代だと思うんです。なので、今マイケル・ローチっていうアメリカ人の教えを学んでるんですけど、その最も手に入れたいものを差し出すんだと。だからお金が欲しい人はお金をあげる。時間が欲しい人は自分の時間を差し出す。人気が欲しい人は人の人気をサポートする。自分の最も欲しいものを誰かに差し出すと巡り巡って大きくなって帰ってくるんですよっていうロジックだったんですよね。なんかわかるそれ。うん、これだと思いましたね。それいくつの時ですか？うん、これその実験したのは25歳ぐらいの時なんだけど、いやこれすげえわっていうね。若かりし頃にですね、天国と地獄の話聞いたことない。なんか天国も地獄も同じ条件でみんな腹減ってて、なんか食べ物がいっぱいあって、腹減ってるの食べ物いっぱいあったらもうバッチリじゃんって話なんだけど、この長い箸を持ってて食べようにも口元に届かないっていう、聞いたことない、うんうんうん、なんかありますあります、あるよね、うんうんうん、地獄は己で己の食べ物を食べようとしてるから口元に届かないんだけど、天国は食べさせ合ってるんだって話あるじゃない、うん、でも一個難点があって、先に相手の口元にあげないと食べさせ合えないんだよね。だから取って、はい、たけちゃんどうぞってやるから、あ、いいんすかってなってパクッと食べて、じゃあこれ食べますか、あ、いいっすか、うん、っつって、うんうん、この行ったり来たりが始まるのは、まず自分が先に差し出すことが重要なんだけど、人はこの人敵かな味方かなっていう、笑顔で私に接してくれるんだったら私だって笑顔で接するとかね、夫婦喧嘩でいうところに、お前が先に謝ったら俺だって謝ってやるよみたいなね、先に差し出すことができるかどうか的なね、うん、ものが決め手になるんでしょうね。あ、確かにそうですね。うん、最初の自分が与えなければその次のアクションはないですね、確かに。そうだ、確かにそうだ。いや、今のもうすごい、もうメモすることいっぱいあって今お客さんになりました今そうなんですよね。なのでまず本当に下心なく接することが最もうまくいくっていう下心があるんですけど、これが本当に合ってるとしたら嘘かもしれませんからね、皆さんぜひ検証していただいて、仮説は与えたらさらに大きくなって帰ってくるっていうのが仮説です。
これ不思議なんだけど、A さんにしてあげると A さんから帰ってくるんじゃなくって、ABC って渡ってって Z さんから帰ってきたりするところが面白いところなんですよね。確かに。そうですね。いやー、本当にその通りだな。今それ起きてます、今。ですよね。うん、でも別、たくみさんからそれ聞いて自分が自覚するのがあります。あ、そう。人に言われたら確かにそうだと。うん、だからやっぱこうボイスチェンジじゃないですけど、うん、私同じようなことを言ってるはずなのに、うん、今高見さんの言葉を通じて気づかされたことがあります。お、私本当にそのリタの精神でいちご農家が、うん、その自分の本をテキストに読書会って日曜日の朝やってるんですけど、うん、そこで私が経験した商売の失敗と成功、トライアンドエラーをさらけ出してる、一生懸命話すんですね。うん、で、それって、イチゴの仕事に関係あるかっていうと、全くないんですよ。直接的には。ないんだ。けども、その聞いてる方々が、実際に自分のそのビジネスとか、生き方とかに、いい影響になりましたってなった時に、すっごい嬉しいんですよ、うん。嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しいんですよ。うん。で、結果的に自分の自己概念が上がったり、私がイチゴの商談、取引とか、取引先とお客様と話す時に、役に立ってるんですよ、結果的に。そして私が知らないところで、どんどんなんかこう、イチゴの流通が発生したりです。いやー、よかったって言ってくれる方々が、協力者、支援活動、購買活動ではなく支援活動をしてくる方とか、どんどん増えちゃって、全然知らない Z さんからお礼の電話が来たり、するようになりました。本当に。全然関係ない、知らない。この不思議な法則。与えることですね。義務教育。ありますよね、不思議な法則が。本当ですね。これは一体何なんでしょうか、ね、ありがとうございます。いや、結構もう来てるな。ちょっとコメント拾ってみますね。やっぱ、たくみさんすごいに、私知らない方も今日イベント参加って押してくださった方もいて。うん。あ、やっぱ義務教育論、興味津々ですとかって来てますね。ある。はあ、もうコメントたくさん入ってます、すでに。ちょっと開きますね。うん。教育論、もともと教育者を目指してやったから、うん。なんかやっぱ教育論的な話がすごくスーって、私もずっと PTA とかやってたんですよ。教育者目指してないですけど、うん。だからなんか、あ、先生にも聞かせたいなと思いました。令和は貢献の時代ってやっぱ響いてますよ。ああ、そう。あ、松尾よしこさん来てます。あ、そう。ジュリエットさんこんばんは。来てます、ジュリエットさん。さすが。さすがですね。質問がある方はですね、たくみさんに直接質問する機会でもありますから、ここに書き込んでもらったら、私代弁して聞きますんで、そう、ね、社長さん、下心を持たないのが下心、しっかりメモってますね。そうそう、面白いですよね。思いやりのリンチとか。たくみワードが出ました。ちょっとここからですね、ちょっと皆さんにも興味があるかな、はい、そのたくみさんのトライアンドエラーの歴史もちょっとこう、突っ込んでいきたいなと思うんですけど、たくみさんが、まあ20代の時、学生時代に、もうビジネスに出会って、ボンって行かれましたけど、はい、そこでそれを選択された、その理由、そのビジネスを始められた、その理由、根幹となる山崎たくみのその、判断基準となった、なんかこう、過去の生い立ちとか、なんかありますか？そこでビジネス踏み込まれた。教育者を目指されてたわけじゃないですか。教育者を目指していて、それの大きな理由はですね、陸上競技をやってるときに、名物先生っているんですよ。もうこの監督が赴任したらもう何年か以内にここは県下で優勝するみたいな、各スポーツに名物先生がいて、で、陸上で言うと、棒高跳びだったら何々先生に聞いたらもうすごいとか、バレーボールだったら何々先生のところに人が集まって必ず春の高校バレー行くんだとか。まあそういう先生たちと何人か会う機会があったんですよね。でね、魅力的なんですよ、そういう先生って。子供たちの子供、心、わしづかみっていう。ねえ、まあスクールウォーズじゃないけど。あ、懐かしい。その出会ってくる人たちが大変化して、そして全国大会へ出ていくみたいなね。
で、僕も教員になってそういう人たちになるんだと思って大学に行くんですけど、うん、あの高校時代陸上ばっかり頑張ってたので、大学に行ってやりたかった一つにアルバイトっていうのがあったんだよね。で、家庭教師、教員になるんだったら家庭教師がいいよなってことで、家庭教師先を紹介していただいて教えに行くんですよ。で、2時間教えました。そうするとお母さんからですね、その2時間分のチケットをいただいて、で、そのチケットを持って斡旋してくれたセンターへ行くと、1時間教えたら1枚、2時間教えたから2枚、1枚に対して1000円対価がもらえるんですね。これがこの2000、これが人生で初めて他人様からお金をもらった瞬間だったんです。で、その時にね、ふとお母様に、この綴りチケットいくらで買ってるんですかって聞いたら、1500円で買ってるのよ、1枚。って思ったわけ。家庭教師斡旋センター500円かけ2、1000円儲かってんじゃんっていう。お母さん、この綴りが全部なくなったら、もう買わないでください、俺でいいんだったらっていう。俺1000円で教えに来ますからっていうことを瞬時に言った僕に対して、お母さんにやっと笑ったのね。4店舗、あの服屋さんを経営する社長さんだったんだけど、あんた年いくつよって言われて、20歳ですよ。面白い子ねと。あんたに分かった、あんたに1500円払ってやるわっていう話になって、で、僕はいいんですかつって、で、お母さん申し訳ないんだけど、この時間から僕家帰ると銭湯閉まってると、なので風呂入れてほしいのと、夕飯出してほしいっていう、さらに要求をして、そして1500円もらえる確約をして家に帰ったわけね。これが初めて僕がアルバイトに行った日の出来事だったんですよ。面白い。はい。で、この日の夜から寝れないんですよ。それは何かというと、この仕組みを作ってやると思ってる。要は、家庭教師、先を探してる学生は山盛り僕の手元にいるわけですよ。うん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 、もう一日目にしてお母さんから、私の周りでもいい先生がいるんだったら紹介してほしいのって言っているお母さん友達がいるのよって話になったので、これマッチングじゃん。これマッチングしたら僕家庭教師斡旋センターになれるじゃん。なるほど。ね。なるほど。しかも4年間の間にこれを大きくしていったら、卒業とともに、ほっといても収益が上がって、で、公務員になるから、お袋を社長かなんかにしといて、後輩を育てて、後輩にマネジメントさせて、名義上お袋にして、俺は自動的なお小遣いが入ってくる体育の先生最高じゃんと思って。そこまで思ったんですね、学生時代に。そうそうそう。その仕組みがもうやられた。それがね、結局、日々合コンとかさ、合コンとか合コンしてる間にそのことが紛れて忘れちゃうんだよね。うん。そして大学2年の時にまた、ああこれも家庭教師斡旋センターじゃんって、要は権利的に入ってくる収益のことね。これでしびれてやばいと。本当はイギリスに渡って銀細工を仕入れてきて、そのロイヤリティを取ろうとしてたのね。なんかその時に、なんかわかんないけどそう思ったの。銀細工だってなんか思ってね。面白い。なんか思ったんだよね。なので、なんか、それかな、ビジネスっていうのは僕にとって。要は、何もしなくても収益を生んでいく仕組み、自動販売機型の仕組みを作り上げるんだっていうのは、あの19歳の、もう20歳になってたか、あの春に思ったね。ここでちょっと深掘りしたいんですけど、うん、なぜその仕組み作りとかに興味を持たれる、その思考の源泉はどこですか？何の経験ですか？うん、お父さん経営者でしたっけ？診療所。経営者なんだけど、親父の場合は親父が止まるとビジネスが止まっちゃうんだよね。そうですね、作業者ですよね。うん、なので、うん、なんか、なんていうの、金持ちになる話じゃなくて自由になれないのかなってずっと思ってたんだよね。お父さんを見てですか？ん？お父さんを見てですか？新従養職っていうその養殖業をやってる、うん、そのプレイングマネージャーを見た時に、まあ、自由はないですよね。
自由はないよね。うん。まあでも好きで真珠は作ってあったればいいですけど。俺は嫌だったんだよね。きつい仕事だし、ちょっとこのきついの一生やっていくの嫌だなっていうのと、公務員は給料が悪いよなっていう。だけど、やりたいことができる自由はあるよな。子供たちを教えてオリンピック連れてくっていう夢があったから、それはできるけど、身入りは悪いよなって思ってて。ん？求めてたんですね、ずっと。あのね、高、あの中学生の時に先生の家にみんなで遊びに行った時に、将来何になりたいんだって言って、学校の先生になりたいんですって言ったら、学校の先生になるんだったら2馬力でいかんとダメだぞって言われて、2馬力って何ですかって言って、嫁さんも学校の先生をもらえと、うん、そうするとある程度の贅沢ができるけど、うん、お前が教員やりながら奥さんが主婦だと結構ギリギリだぞっていうことを中2か中3の時に言われたんだよね、先生に。それが入ってたんだよね、頭の中に。なるほどっていうね。確かに先生同士のカップル多い。多いよね。当時、校長先生で900万前後まで行ったのかな。だから、はい、奥さんが教頭先生だと、2人で1000、600とか700ぐらいになるから、結構いいよね。まあ、いい生活できますよね。なので、そうやって思ってたの。なんか、10代の頃からそうやって考えてたね。だから自由になれたらいいな、ハイカラな、ファッショナルな、スタイリッシュな人生だったらいいなって。あとね、片岡義雄っていう小説家の小説が面白くて、当時よく読んでたの。なんかめっちゃかっこいい、自由なライフスタイルを営む、こう、プロモーションビデオみたいな、MTV みたいな、こう、時が流れていく本だったんだよね。当時珍しくて。それを見ながら、こんな人生できたら最高だけどなっていう、なんか憧れだけ頭の中で広がっていって、そこへ行くはしごが見つからなかったんだよね。今なってらっしゃいますよね。そうね、今聞いてて、あ、なってるって思いました。ある時にね、その小説を読んだ時に、小説の中より僕のリアルの方がもっと自由だったんだよね。いや、今なってらっしゃいますもん。もう自由に生きてる、なんか雲のように。いや、この人重力感じてないんじゃないだろうかっていう感じがします。なんか浮いてる、ふわふわして浮いてるような、そんなイメージすらありますね。なんか飛んでる写真多くないですか？多い。でしょ？飛んでる写真が多いなって思ったんですよ、画像検索したら。あ、これもう願望なんですね。そうやってなんか、そんな人生になったらいいなっていうことをずっと思ってたんだよね。やっぱり思ってたらそのままなるんだ。うん。匠さん、それずっと言い続けられました？どなたかに。言い続けたし、具体的に動いてた。大学1年生の、その、衝撃的な家庭教師斡旋センターの仕組みを分かる事件があるじゃない。で、その後もなんか旅して、ただただ旅で感じたことを文章にするだけで、旅ルポみたいなことで食べれないのかなと思って、あの、じゃあ先週行った熱海について書いてみようと思って、ワープロでこう打ってね、そして自分で読んで、誤字脱字の多いことと内容の面白くないことに、ダメだ、これは向いてないと思って、せっかくそれを買うために買ったワープロを押し入れにしまったのを覚えてるもんな。次はアーティストになろうと思ってね、アーティストになるにはどうしたらいいんだって言って、あの、文房具屋に行って、あの、紙粘土を買ってきて、で、何を何を作ったらいいんだって言って、雑誌を見て、これだと思って、金のデコイと銀のデコイを、あの、わかる、アヒルじゃなくてカモの置物を作って、金と銀に塗り分けて、友達がやってきた時に、買わないっつって言って、友達がいらねえよと、お前これ将来高くなるんだぞっつって、お前今買ってたらすげえ安く買えるのにって言って
やりかけてたね。今売ったらすごい金額になりますよ。それも、その成功してない時の山崎匠が作ったっていうのですっごいプレミア感ありますよね。それすごいな。オークションかけたら面白そうだな、それ。何でも行動に移してましたね。面白い。そう、行動ですね。言うだけじゃなくって、そうやって実際に友達に売りつけようとしたりとかしてたんですよ。そうそうそう。そう、面白いな。そういうことをやってるときに、そのビジネスの一つがもう、バチッと入られたと。うん。とにかくね、学生の時にギリギリの生活をしてお金を貯めるんだって言ってアルバイトしまくって月に15万ぐらい貯めてたのかな。すごい。で100万までっていうのの途中に、そうだ、アンティークを仕入れて売ったらどうなるんだろうっていうことでアンティーク市を調べて広島から京都まで仕入れに行って、そして広島の地元に置こうとするんだけど、ほら信用がないから、じゃあ分かりましたと、お貸してくださいと、売れたらお金くださいっつって、まあ販売代行をお願いしたりしてね。で結局学生の時、そう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 、で売れなくて、すごいな、50万貯めるのはすごい大変だけど50万を使うのは簡単なんだなっていうのを当時経験したね。すごい、むちゃくちゃですね、学生時代。そうね、高い授業料だなと思いながら。いや、行動力すごいです。うん、でもね、ワクワクしてたの。これ絶対うまくいくと思ってやってダメだったからね。そういう経験を早くにされたから。そうだね。なんだ。ままごとみたいな感じでやってたな。金額がままごとじゃないですけどね、全然。ああ、そっかそっか。結構な15万貯めるためには、もう朝から晩まで3つぐらいバイトこなしてたんじゃないですか、はしご。そうだね、家庭教師もやったし、皿洗いもやってたし、なんか1日、体使って働くと1万円もらえるみたいな、単発のバイトもやってたし、まあ、それがね、面白かったのよ。社会を知ることもできるし、参加できるよね、社会に。それが面白くて、それでかつお金までもらえて最高だなっていう。うん、そこでやっぱセンスを学ばれたんですね、きっと。痛い思いしながらね。いや、そういうなんか匠さんのそういう、こう、裏匠っていうかですね、うん、裏山崎話の話は面白いですね。うん、なるほど、そんな痛い目があって。そうね、うん。ちょっとここでちょっと思考を変えて、今、まあコロナの影響もあったりで、うん、痛い目に遭ってる方々に、うん、まあ、ずいぶん30年ぐらい前になるんですよね、たとみさんのその痛い方たちは、うんうん。今痛い目に遭われてる方々に対して何か感じることってあります？やっぱりライフラインに近い仕事はうまくいってるもんね、うん。で、ライフラインから離れた仕事が厳しいですよね、今。うん、じゃあ、仕事を変えてライフラインに近い仕事に変わりましょうっていうことをお勧めするんではなくて、収入源を多角化するべきだと思うんですよね。だから7種類の収入源を手に入れましょうっていうのを僕はセブンポケットって呼んでるんですけど、7つの収入源だから、一口で70万の手取りをもらうよりも、はい、7口で10万かける7あったら安心ですよね。リスクヘッジですね、うん、何かがダメでも母体は揺るがないじゃない。うんうん、あと7つの収入を取ろうと思うと7つのスキルが必要になってくるので、確かに、ものすごくタコ足配線型の、才能を磨かれますよね。確かに。なので君は多機能だなって言われる人になっていくので、これからの時代すごく安全だなと。そしてもう一つは7つのコミュニティに属することができるので、一つしかコミュニティがないとそこでの評価が人生の評価になってしまうので、すごく気を使って自分じゃない自分を生きないといけない人もいっぱい出てくると思うんですけど、7つのコミュニティにいるとこちらで悪く言われてもこちらでは高く評価されてたりして心を守ることができますよね。いや、めっちゃわかる、それ味わってます今それ、うんうんうん、いやすっこれ、あ、これ話したい、話したいけど、誰かを気づけるかもしれないから、ちょっと言えないけど。
本当にこの壁を作る組織と、壁を作る、ちょっと言い方、言葉を考えよう。壁を作るコミュニティと、うん、そうじゃないコミュニティというか、うん、自由ですよね。だって自分の今7つの収入源っておっしゃったとおり、7つのコミュニティに属するって、うん。でもいや、ここだけでしかダメなんだっていう方もいらっしゃる。おでしょ、うん。いや、ここだけにしてください。って言われると、私もちょっとやっぱ匠さんに近い、うん、私もちょっと飛んでる人なんで、うん、いや、窮屈なんですよ。うん、その人にとっては、その外に出てかれて、自分の違う世界を見てもらうと、ヒエラルキーが壊れてしまうからなんでしょうね。うん、怖いとても恐れるんだと思いますけど、土の時代から風の時代に変わってですね、そう言っちゃいますね。土の時代はその縦型社会がすごく機能してたんですけど、これからは横型社会がすごく機能していくので、ちょっと古さを感じ始める可能性が出てきますよね。もちろんいろんなコミュニティに属してそこの強み特色っていうのがあって、でもそれはそこの中にいるときに気づかなかった。しかし他の私もいろんなあり方教育だったりマーケティングだったりで今こうして匠さんとこうやってお話しさせてもらってますけど、うん、視野がいろんな人の視野視点を聞くことによって、うん、そこの強みが客観的に見えるようになったんですね。どっぷり使ってるときは見えなかったことが、うん、だからその中にいる人に言うんですよ、外見てごらんって、うん、でももういやここだけだっていう方にはなかなか響かない。フランスの魅力を知りたかったらフランス人はイギリスに留学しなさいって言うんですけどね。そうするとフランスの魅力が分かるんです。イギリスの魅力を分かりに行くんじゃなくて、フランスの魅力を分かるためにイギリスに行くっていうねことなんですよね。響きますそれ。本当そうだ。実際今企業もサイドビジネスやっちゃダメですよっていう企業は、うん、うちだけで食べてきなさいってことなので、うん、言うなれば僕以外と付き合っちゃダメだよ、君とは結婚しないけどっていうことですよね。でも今そういう縛りがありましたけど、このコロナで解けましたもんね。はい、やっぱり副業禁止してるとこはいい人材を獲得できないですよね。伸びないですよね、うん、やっぱりその社員自体に、うん、副業がここできるんだったらここで勤めながら生活はできるように収益を上げながら他で自分の可能性を試していこうってするものすごくできる連中を集めることになりますもんね。いや面白いな。いやそれに付随して今私自分の農園のスタッフに、農園は農作業のスペシャリストがいて、そこのスタッフにマーケティングだったりいろんなその道徳的教育とかっていうのを無理してやってたんですよ。でもそれってその人たちは求めてないわけですよ。うん、それを経営者マインドで無理やり押さえつけようとしてた。するとうまくいかない。でも、よその個人事業主だったり、リーダーたちと組むと、教育費払わなくたって勝手に勉強するんですよ、自分の会社だから。うん、で、どんどんいろんなセミナーに行ったり、自分で世界を開拓していく。うん、そんな連中に仕事発注して、うん、そして、一緒にこれから先、この大義を目指してやっていこうとすると、どんどん加速的に、それが自分のその年商が一桁変わってきたんですよね。うん。なんか今の話、そのフランスを知りたかったらイギリスに留学しなさい。うん。あ、そんな大きな例え話で言うと分かりやすいと思いました。うん。なるほどね。なんセブンポケットか。うん、そうなんです。どんどんキャッシュポイントを僕は増やしていますね。出版社を起こされたって。そう。それは。自分の本じゃなくだけじゃなくって、まあ第一弾僕を出すんですけど、まあ出版社の中でレーベルを立ち上げさせていただいたという形が一番正確な言い方になっていきますけど、クールピースパブリッシングっていう、レーベルを立ち上げてシリーズ化していくんですよね。うん、第一冊目は山崎匠の風の時代を生きる方法をお伝えします。風の学校っていう本なんですよね。面白い。横つながり、縦社会崩壊から横つながりですね。うん、で、まあ、個人が自由に生きていく時代になるんですけど、
個人が自由って聞くと耳当たりすごくいいんですけど、土の時代はカリスマがいて組織があってっていうガチガチの感じなんですけど、権威権力っていう形ですが、この時ね、組織の中にいるとあまり考えなくったってやっていけたんです、うん、しかしながら個性の時代になるので、好きなことで極めていきましょう。あ、すいません、好きなことがわからないんですけどっていう人が出てきますよね。いやいやいや、だから好きなことで食べていったらいいんですよっていうことなので、自分との会話が必要になってきますよね。自分との会話ですね、確かに。自分の強み、自分の好きなことって何か。何が幸せなのか、うん、何が楽しいのか、何が痛点で嫌なのかっていうことを自分に問うことによって、これは自分の喜びは人の喜びとは違いますからね。たくみさんが一番好きなことって何ですか？僕はね、分かった、なるほどっていう、学んでね、自分が成長したなって思える瞬間が幸せかな。あ、なんかもう楽しそうに話しますよね、うん、でそれをみんなに、ねえねえ知ってる知ってるっていう、これすごくないって伝えるのも好きですね。なんか面白いですね、うん、あ、もうさっきからハートマークがビュン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 飛んでるのをちょっと今隣の画面で見えてたんですけどほら、やっぱり反応してる。だいたい私の記事見てる方って、個人事業主とか、自分の好きなことを仕事にしたいという方も結構いらっしゃって、うん、金子遥さん、カメラマンなんですよ、うん。自分が欲しいものを相手に与えるサポートするとか、もうなんかいっぱい書き込んでる。先に差し出すとか、メモ代わりにコメント欄に書き込んでますね。みんながね、うん、素敵です。先に差し出すことができるかどうか、そうね、幸男さん。ああ、そうだよね。いや、結構皆さん響いてますよ。今ハートマークがビヨンビヨン飛んでます。教育産業の中に、こんな言葉があって、ピグマリオン効果っていうのがあるんですよね。ピグマリオン効果。ピグマリオン。これは何かっていうとね、あの子伸びるよねって、職員室で先生が、思ってるとするでしょ、はい、そうするとね、その子に何か言うわけでもなく、その子が伸びていくっていう効果のことをピグマリオン効果っていうんですよね。言葉として伝えるんじゃなくて、はい、思うだけでその子が伸び始めるっていう。でこれね、教育者はみんな知ってるんです、学校で習うから。だけどちゃんとやってる人誰もいないですよ、反対やってる。なので、あの人伸びるよね、あの人絶対良くなるよねっていう、こう常に思う力っていうのが伸ばすんだよね。やっぱ非言語コミュニケーションというか、うん、その言葉にはしてないけど関わり方とかで出てるっていうか、そういった意味合いですか、ね、そうですね、思ってるからですね、うん、うん、情報はそうやって伝わっていきますよね。逆にはあれ、こいつダメだよねって思ってると、それ非言語コミュニケーションで伝わっていくってことですよね。そうなんですよ、うん。そういうようになってるんですよね。人間はエスパーだったんですね。いや、今本当に楽しそうに今、なんて言うんですかね。素直さっていうか、ちょっと先輩に対して失礼ですけど、可愛らしいですよね。なんか、小学生の笑顔みたいな。そうなんかすごい壁がないというか、まあきっといろんな局面も乗り越えられてこられてるんでしょう、うん、人に対する壁がないというか、うん、みんなの可能性を信じてらっしゃる、そんな雰囲気を醸し出してあります。そうなんだろうね、うん、自分ではよく分かってないんですよね。頭おかしい人がいっぱい周り寄ってきますよ。どういうこと？素直な方というか、世間の常識にとらわれない方というか、うん、壁がない方というか。でもまさしくあれですよね、若い子たちによく言うんだけど、若いうちに何したらいいですかってよく聞かれるのね。その時にね、びっくりする大人と、あ、いっぱい会いなって言う。ああ、まさに匠さんですよ。なんか、そんなのありっていう、うまくいってるわけ、やばみたいな。そうじゃないとなんかさ、最もステレオ的な大人が正しいみたいな気持ちになっちゃうもんね。全然55歳らしくないです。あ
若い時はさ、なんかさ、勉強できることが全てのように感じたし、勉強っていっぱいある能力の中のたった一つの局面でしかないのに、それで全部が決まっていくように感じた。そして20代の頃はそういう頭のいい子たちがいい学校に行って、いいところと通常言われるところに就職して、あたかもなんかそれがなんか勝ち組で僕たちが負け組だみたいな気持ちになるような局面が多いんだけど、30代ぐらいになってくると、あれ、あのすごい勉強できた子、今も誰かの評価のために生きてるんだみたいな、驚くようなことになってきて、結構ね、タバコで謹慎で捕まってた子の方が社長になってたりしてね。ですね、うん、あれれれれ、なんかどうも10代に習ったことは正しくあることもあれば、かなり正しくないこともあるみたいだぞって気づき出すのが30代ですもんね。確かに、うん、そうでした、次回の、うん、驚くよね、あの同窓会で。確かにそうですね。うん、匠さん同窓会出てます？やっぱり。いや、出てたんだけど。高校、大学ですか？うん、大学中退か。そう、大学中退してるから行ってないんだけど、中学校の同窓会に出てみて。どうでした？いや、ちょっと、なんていうの？ちょっと難しいなと思って、なんていうの？こう、難しいなと思って、最近は行ってないですけどね。そうなんだ。なんか知らない一言が誰かを傷つけてしまうんじゃないかなとか、誰かの、別にその人は何かこう傷つけたいわけじゃないんだけど、言った一言で傷ついちゃったりして、あ、これはちょっと気をつけないと、なんか種目の違う同士でなんかこう混じり合ってる感じで、これは僕が知らない間に誰かを傷つけたり、僕が知らない間に誰かに傷つけられたりして、誰も悪人はいないのに、うん、怪我してる人は生まれるみたいなことになるんじゃないかと思って。ああ、そういう配慮か。だからこれは距離を置くっていうのが最善だって今の段階では判断してますね。なるほど。また年齢を重ねると変わってくるのかもしれませんけどね。ああ、やっぱ匠さんほどそこまでいくと、そう、配慮は必要かもしれないですね。うん、私はまだまだそこに、私、5年ごとに学生時代の同窓会の幹事を未だにやってるんですけど。ああ、やってた。それいいことじゃないですか。45人いる学校のですね、機械工学の学校の5年間、もう誰がどの子に手出して振られてどうなったとか全部知ってるような5年間、16歳から20歳までをですね、うん、過ごした仲間と45人って25、6人集まるんですよ、今でも。おー、すごいね。うん、やっぱみんなもうだいぶお腹出たり頭薄くなったりいろいろあるんですけど、うん、47、今度50歳で集まるんですけどね。でもやっぱりいろんな20代とは全然話題が変わって、うん、そこでまあいろんな会社員だったりいろんな経営者の悩みとかある中に、まあ、ちょっと匠さんと近いのかもしれないですけど、いや、いい経験してるねって言うと、お前頭おかしい、なんか変な宗教してるやろって話になるんですよ。ああ、そう。あります、あります。まだセミナーとか行ってるのって言われます。言われるの？まあ、でもおかしいですけどね、うん。そうそうって、もう趣味やからって言ってます。でもやっぱ学ぶ。学ぶことは楽しいけどね。楽しいですね。新しい自分に出会えるというか。うん。いや、ちょっと匠さんとですね、今回、こういった時間もいただきましたが、ちょっと聞いてもらいたい。ぜひお力をお借りしたいというか、お力をお借りしたいっていうのは、うん、知ってていただきたいっていうのがちょっとあって、うん、これ画面越しの皆さんにもですね、今から匠さんに私ちょっとこう自分の志を伝えますけど、うん、こんな風になったらその後どうなるかって、私もわかります。皆さんも体感してもらえたらと思います。まあ私今、7年前、40歳、今47ですけど、40の頃は2000万弱の、本当に電気代も赤電請求書が督促が来て、携帯電話代もやばいっていう状態で、うん、もうこれダメだと思って、いちご農家のハウスの設備増強じゃなくて、
自分にお金かけようと思って学び出したのが藤本さんの会社だったんですよ。うん、藤本拓也さんがいる会社の、うん、あの、能力開発を始めると思って、うん。いや、でもですね、10万、20万の世界の5000円のセミナーが高いと思ってた人間ですから。うん、って言って、1回だけとか言って、7年やってるわけですよ、今。うん、でも本当にそういう自分に未然に来てやってきて、うん、今農家の皆さんだけじゃなく、そういった自分に投資する。まあ設備投資したり、補助金申請したり、誰かに依存する生き方が悪いとかって言ってるわけじゃないです。でも自分に投資する生き方をしたら、責任というかスイッチが入るというか、自分に自分の可能性を信じてやってきて、うん、1500万が1億に到達するとこまで来ました。当時1500万は1年間かけて頑張って、2000万いかなかったのに、今今月12月、もう超えてるんですね、今、あと1週間残して。1ヶ月で7年前の1年分を、生み出すことができるようになりました。だから、そんな農家がいる。そして、その生き方を学び続ける。で、たくみさんみたいな方、ぶっ飛んだ大人と、ぶっ飛んだ成功者と早く付き合う。そのことによって人は磨かれていく。それを、トライアンドエラーをさらけ出しながら、まあ農業って閉鎖的なちょっと、業界なので、革命じゃないですけど、異端児というか、まあ変態ですけど、私の快進撃をぜひ山崎匠さんのような方々に知っていただきたい。そして日本中に勇気を与えたい。農業だけに限らず個人事業主や、いろんな親子断絶だったり、人間関係で苦しんでる業界。まあこれは、漁業もそうかもしれない。その、真珠の養殖もひょっとしたらそうかもしれない。プレイングマネージャーで後継者が育てないとか、外国人労働者だけでなんとかしのいできたけど先がないとか、自分が人が悪いんじゃなくて自分が人を育てる力を身につけない限りダメだと思って今日やってきました。そんな人間、農家が戦ってる、まあ、9割9分失敗話でしたけど、今からクライマックス入っていきますんで、ぜひ、知っていただき、なんかあった時にこんな面白い農家がいるよってお力添えいただけたらと思ってます、うん。うん。それで何か私も変わっていくんじゃないかな。10億っていう全く見えない目標設定しました。ぼやっとこう今思ってるとこです。1億って言ったのも3年前に3000万ぐらい達成した時に1500万が3000万となっただけでもすごかったんですよ。でも赤字だらけだったんです。でもその時に、1億農家になって、1億っていうその区切りのいいとこを達成して、地域に、我が子だけではなく、地域の子供たちに、同業者に、見通しを作るんだと思って、学んできて本当に言い続けたら、最初非国民とかですね、その、この町ではあなたの応援はできませんとか、うちの敷居またぐなとか、二度と借金の申し込みに来るとか、いろいろありましたけど、超えました。やればできる。これから10億に向かって、いちごを売るっていう事業から、匠さんたちとどっちかというと近くなっていくのかもしれない。人を育てる。この国で、島国で、災害国家で、農業っていうのは、もう、欠かせない、誇りある仕事。それを、志を持ってやるリーダーを増やしていくっていう事業を仕組みを作ります。まあ、それが私のキャッシュポイントになると、うん、って思ってですね、仲間とやっていきたいと思ってます。うん、なんかそれに関連する方がいたときには、ぜひ私もつなげていただければ、うん、支えをいただけたらと願ってます。本当よく頑張ってるよね。という公開宣言でした。素晴らしいじゃん。ありがとうございます。まあ、これね、こういうことを人前で言うと、誰が一番スイッチ入るか、私なんですよね。なるほど。やるしかない。やるしかないってなるよね。はい、なります。でもワクワクしながら、たくみさんみたいにちょっと飛び上がりながら、やろうと思ってます。でもこれ、聞いてる方々に、あの時竹下はああ言ったよねって。うん、で、この後、一年、半年後、一年後、どうなっていくかっていうのを、リアルに見ていただけるんで、うん、言ったら、動く。
しかない、うん、そう思ってます。まあいろんなチャレンジされて農業に限らずですね、まあ藤本さんも今チャレンジされてますよね。お、藤本さんのライブやりたいなと思ってるんですけど、うん、ああいいじゃん、いい話するよ藤本も。めちゃめちゃいいですね。勉強になるよね。すっごい勉強になります彼の話に。うん、そうね、まあ、匠さんの仲お仲間の方々にもまあ本当に自分がもっともっとあのステージ上げてチャレンジしたいなと思ってます。なるほど。まだビビってますけど。はい。時代がね、大きくこう、動いてるじゃないですか、今。AI が出てきたり、ロボットが出てきたり、クォンタムコンピューターが出てきたりって、テクノロジーの世界ものすごい伸びてるし、今回のコロナで3年間スキップしたって彼らは言うんだよね。うん、早く進んだって。なので、どんどん、僕たちの世界にテクノロジーが入ってくると思うんですけど、テクノロジーってすごい才能がある人とない人のない人側に本来使うために作られてるんだよね。要は才能のある人とない人の格差を生まないために、これを均一化させるためにテクノロジーはあるんだけど、AI が私の仕事を奪うって言ってる人いるんだけど、いますね。うん、実際は AI が奪うんじゃなくて、向上心のある人が向上心のない人の仕事を奪ってんだよね。うん、ああ、本当にその通りですね。向上心のある人は AI を取り入れていくので、うん、テクノロジーを取り入れていくので、わしはそんなのは知らんとかね、うん。わしはそういうのが苦手だとか、そういうのには興味がないと。昔ながらのとか言ってる、その向上心のない人は向上心のある人に仕事を奪われていくっていうことを、肝に銘じてほしいと思うんですね。能力の差じゃないんですよ。向上心を支えてるのは好奇心ですから、好奇心の差が格差を生んでいるんですよっていうこと。うわー、響くなー。めちゃめちゃもう勉強になる。セミナー受けてるみたい。あとロボットね。ロボットは楽で楽しんでる人の仕事は奪わないんですよね。辛くて、寒くて、臭くて、きつくて、不潔で、暑くてっていう、我慢してる人の仕事を奪うんですよね。なので、我慢をお金に変えてる人は、早く我慢じゃない仕事に変わった方がいいですね。我慢の仕事は、ロボットにとって変わっていく。我慢させて、仕事させてることを申し訳ないと思ってる人たちが、その業界にロボットを導入していくので、なので、重くて、いつも腰を痛めて大変なんだっていうことを、語ってる時間があったら早く次の仕事を探さないと、あなたが腰を痛めて我慢してでもそれをお金に変えてるとしたらロボットに取られてしまう仕事なので、才能をお金に変えてる人、我慢をお金に変えてる人はもう一度、風の時代の三拍子、楽しい、体が楽、大好き、この三拍子ね、あなたが楽しくて、楽しくないとね、人生長くなるんで、部があるとかね、これがすごくいい仕事らしいとか、そんな5年ごとに変わっちゃうから、トレンド追いかけてたら、ずっと追いかけてる間に人生終わっちゃうから、大好きなことをやっぱり真ん中に持ってくるって大切で、それが楽しいっていうね、仕事を丁寧にしなさいっていうのは、時間をかけてゆっくりやりなさいじゃないんだって。楽しんでやりなさいっていうことが丁寧にやるってことなんだって。ああ、楽しいと丁寧。楽しくやるがイコール丁寧。だって楽しんでるときすごい丁寧にしてるもんね。いや、こっから1時間聞きたいぐらいですね。めっちゃスイッチ入ってきて、今温まりましたよね、今。ほんと、ほんと。すっごい温まってる、今。もったいないぐらい、今ね、もう時間なんすよ。今から1時間やってほしいぐらいなんですけど。いや、でも、すっごい今日、また好奇心かきたてられました、ね。ラストメッセージお願いしますって言う前にラストメッセージ入りましたね。入りました。じゃあめっちゃスイッチ入りました。ありがとうございます。ありがとうございました。半拍子よかったし、楽しい、大好き、体が楽って。うん、で、楽しいと丁寧。うん、いやいただきましたけど、これ。もう、作りました。ありがとうございます。明日の朝早速喋ろう。いや、本当に匠さん。今日また勇気もらったし、聞いてもらったし、義務教育私が与えました。よろしくね。
ぜひ、ちょっとラストメッセージ、ほんとラスト。今日、たくさんの方がですね、今41人見てるんだ。はい。ほとんど私のブレンド、知り合いの方で、匠さんのタグ付けできなかったから、私の記事から見てる方なんですよ。ちょっとラストに皆さんに。はい、皆さんどうもありがとうございました。たけちゃん頑張ってるんで、たけちゃんに力をね、ぜひ、貸してあげてください。自分が最も欲しいものをたけちゃんにあげてください。たけちゃんも最も欲しいものをみんなにあげる。そうすると、巡り巡って、これが一丸となると大きな渦になるんです。なので、自分の手に入れたいものは一体何だったっけ？それを手放す。そうすると帰ってくる。この法則性に気づいていただくと、この空間からエネルギーとか物を取り出せるような、そんな魔法を手に入れたらで、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。いやあ、ありがとうございました。匠さん、ありがとうございました。ご視聴の皆さんも今日はありがとうございました。いや、コメントはですね、後ほどまたいろいろ返したいと思います。今日本当に皆さん、ありがとうございました。匠さん、ありがとうございました。じゃあ、これさ閉じまようす。なら。ありがとうございました。失礼します。